今日8月31なんですけど、気温が非常に低くなってきて、とはいえ結構暑いけどね。さて本日も練習をやっていきます。今日は舎人公園に来てまして、今日は2000+1500+1500でやられるみたいで、ペースがですね、 2000m が2分50秒ペース、1キロ2分50秒ペースで、1500が1本4分5秒で、2本目が4分というね誰がこなせんだっていうレベル のトレーニングをやられるみたいで、僕はねそれ全部ちょっと参加できないんで、さすがにトレーニング負荷が高いというか、こなせる気がしないんで全部はやらないんですけど、1つ目の 2000m1 本が5分40秒なんですよね。1キロ2分50秒ペースなので、まあ、ちょうど僕が今練習でやってるペースになるので、まあ、そこをちょっと練習一緒にさせていただいて、1000まで一緒にやらせていただいて、その後プラス1000で 3000m1 本 TT 形式でやろうかなと思います。まあ、去年もね確かこの同じぐらいの時期に 3000m を8分30っていう練習を何回もやってたんで、で結局こなせたのは1回だけだったかな。はい、であれね結構個人的にはすごく良かったなと思ったのと、まあ、去年からの 進歩っていうのをちょっと測りたいなというところで、3000を1本やってみようかなと思います。ただ、不安要素はですね、昨日30キロ走やってるんで、その疲労がきっとあるだろうというところと、 2000m までは、使わせてもらおうかなと今思ってるんですけど、その後の1000は1人になるんで、そこをいかに耐えれるかっていうのが今日の課題になります。まあ、今日これで8分30でこなせたら、スピード感は去年と同じぐらいあるし、距離もしっかり伸ばしてるというところで、おそらく 5000m 自己ベスト狙えるんじゃないかなと、トラックレースで自己ベスト狙えるんじゃないかなと思っております。まあ、しかもね今疲労がある中でやるんで、ね、すごく緊張しておりますが、力を借りてマスオレンの皆さん力を借りてやりたいなと思います。さあやっていきましょう。まあ3000いけたらもうそれでいいかなと思ってるんで、3000のレースだと思って今日はやっていこうかなと思います。4分5で、最後が4分切って3分59セットでになっています。めちゃくちゃ緊張しますね。最近一人で練習することが多いんで、まあ、なんか最悪垂れてもいいやというか、設定下げればこなせればいいかなぐらいでやってたんですけど、今日は人様の練習会に参加するということで、いやなんか垂れたら恥ずかしいしみんなレベルが高いから怖いんだよな。なんかすげえ速そうな人が多い。さあ僕は2000までついてって、そこからちょっと自由でやっていいってことなんで、プラス1000いって3000まで頑張りたいなと思います。いけたらその後プラスでもうちょい頑張りたいなというような感じです。まずは3000頑張ります。アウト走る。500やろうかなと思って、ちょっと周りの市民ランナーのレベルが高すぎて悲しいなら、2000だけでも結構離れ気味になっちゃって、結局2000が2分50にかかって、最後も一応2分57でまとめたんですけど、まあ、なんとか8分39秒というような感じですね。みんな早すぎるぜ。なんなんこのチームは。
日は時間ないんでちょっとさっさと帰ります。いや本当はもっと皆さんとダウンしながら速くなる秘訣を聞けたらいいなと思ったんですけど、断線区は遠いんですよ。さっさと帰らんと間に合わんということで、ダウンもできてないんで、この帰りのウォークをダウンにしましょう。本当は漬け込むみたいだったの。味染み込むかな。いただきます。いや絶対うまい。スペアリブどうやって食べたい。うまっ。うめえ。全然でも味が染み込んでね。漬け込んでないからちょっと味が薄いね。